トラベル、時間旅行、時の流れを超越して過去や未来に移動すること、今の科学では不可能とされていますが、将来可能になるかもしれません。皆さんは過去に行きたい？それとも未来？今週は不思議なお話です。ウェディス Life is beautiful Brought to you by NTT 都市開発。私の娘のあかりは料理教室の生徒の青木あかりさんに誘われてお茶しています。二人ともあかりなので、あかりは青木さんと呼んでいます。青木さん、調べたんですけど、やっぱり JA 部のインディーズバンドオーディションってやってないんですよね。2015年にはね。え、それで優勝したってどういうことですか？だから2019年にね。だからその意味がわからないんですけど。だから私4年後の話をしてるの。だからなんで未来の話をしてるんですか？あかりちゃん、秘密守れる？え、私だから大丈夫か。おしゃべりだけど秘密にしてって言われたことは喋ってないもんね。ゆきちゃんがサッカー部の武田くんを好きなこととか。え、なんでそのこと知ってるんですか？だから私あかりだから。はい？私はあなたなの、15年後の。つまりあなたは私で未来から来たってこと？そう。タイムトラベルなんて不可能だよ。2015年の科学じゃね。タイムマシンはどこにあるの？この腕時計がそうなの。普通の腕時計にしか見えない。バレたらまずいから。他に証拠は？今ユキちゃんとスキャンダルのスタンプって曲練習してるでしょ。してるね。まだ信じたわけじゃないけど、何しに来たの？それは目的がないと来ないでしょ。過去にママに料理を習うため。なんでわざわざ過去に来て習う必要があるの？実は私、というかあなたがシュンタと結婚する2025年に。え、ちょっと待って、私シュンタと結婚するの？そうだよ。げー、私考え直してシュンタかっこいいよ、商社に勤めてるし。そうなの？でも直前にママ死んじゃうの。え、小さい頃からママの手伝いはしてたじゃない。でもちゃんと料理を習ってこなくて、これからは教えてもらおうと思った矢先。嘘。おかえり、あかり。ママ。ちょっと、料理してるんだから抱きつかないで。ママ、ごめんなさい。生意気なこと言ったり、言うこと聞かなかったり、反抗したり。あら、どうしたの？急に素直になって。ママ、お料理手伝う。お料理ちゃんと教えて。いいけど。ま、じゃあとりあえずインゲンの筋取って。最近のはないんだけど時々あるんだよね。わかった。よろしく。ママ、今日もパパ帰ってこないんでしょ？新しいシューズの発売イベントで全国回ってるからね。来週までだって。じゃあこれからパパが帰ってくるまで一緒に寝ていい？いいけど。どうしたの？ママ、大好きだよ。 ありがとう。あかりが未来の自分とどんな話をしていたのか、私は知る由もありませんでした。え、私死んじゃうの？明日に続きます。ウェディス Life is beautiful 第85話タイムトラベル。脚本坂和彦、出演戸田奈穂、優香、三山可憐、音楽横田昭夫。明日の放送もお楽しみに。